聞きたいんだよ、時間があるし。さんのリクエスト、あの先生から米軍 UFO 撮影に成功か。ああいいね。それこれ知りたいよね、みんな ね、 はい、ついにと言いますかね、公表しちゃいましたね、こんな形でね、米軍 UFO 撮影に成功か、謎の現象映像公開とありますが、後半このニュースから深入りまいりましょう。こちらは産経新聞の記事を一部割愛してお伝えします。アメリカ国防総省は先月27日、アメリカ海軍機の搭乗員が撮影した不審な飛行物体の映像3本を公開しました。映像は数年前にメディアに流出し、未確認飛行物体、いわゆる UFO の可能性があるとして話題になっていたということです。問題の映像を同省が公式に明らかにしたのは初めてだということで、同省は声明で、過去に流出した映像の真偽や他にも映像があるのかといった憶測を取り除くために公開したと説明し、問題の物体については今なお正体不明だとしました。ニューヨークタイムズによりますと、同省の国防情報局は2007年から2012年、先進航空宇宙脅威識別計画と名付けた秘密調査で UFO と見られる映像の分析などを行っていたということですとあるんですが、先生、なんか謎なんですか、謎の現象って書いてあるけど、まあ、だって目で見て撮影してるんだから謎じゃないじゃないですか。いや自分の心が、はい、あの解けないから謎つってんのこれ、まあ、僕なんかこれ謎の現象じゃないですよ。ちゃんとある現象だからはあ、ははあ、目の前に、はい、面白いんですよ、あのね、と人間っていうのはね、はい、事実を事実と認めることができない人間な存在なんです。事実を自分で納得できたら事実だと思うんですよ、うん、ところが事実は事実なんですよ、ここにこれがあるって、これいや俺ねこの棒状のもの嫌いだからないことにするって、はいはいはい、これ謎だと。なるほど、これ謎の物体かね、これ、あるんですよ、はい、でね、見たくない現実っていうね、あ、見たくない現実とか恐れの現実とかね、自分が理解できない現実とかね、はいはい、あの高校時代に授業寝てたにもかかわらず俺が聞いてないとかね、はい、お前寝てたら聞いてないよって言うんだよね、一平ちゃんみたいに振られてるにもかかわらず戻れてるみたいな、ね、あ、そうですか、それはいいかもしれないね。だって一平さんが事実を男女関係の事実を知ったらもう生きていけないかもしれないでしょ。だから夢は与えなきゃいけないし、あ、それでね、はい、そのことを僕は理解してもらうためにだからこれもちろん UFO いるんですよ、はい、これもう絶対いるんですよ、はあ、決まってるわけですよ、だって事実なんだから、はあはあ、謎じゃないんですよこれ、はい、でそれは今アメリカ軍が言ってるのはそうで、何回 UFO の写真示しても、おかしいおかしい謎って言うから、この際ケリをつけたいって出したわけだよ、はあ、だから、はあ、あの僕なんか当たり前でいるに決まってんじゃん撮影されてんだからって言ってるんだけど、だけどあの謎になっちゃうわけですよ、うん、で僕はいつも言うのはね、それで学生に説明するときに、そういうこと言うんだよ、学生がよくね、だから僕は言うのはその紫式部なんですよ、うん、あ、紫式部に飛行機を見せたら、はいはい、紫式部は絶対に飛行機を信じません、あら天狗だって言いますよ、もののけの類だと、そうもののけだって言います。ほいでスマホを見せて、光源氏に電話してくれって言ったら、これ何悪魔のものとか鬼のものって言いますよ、だってテレビもないんだから、だからスマホを理解できるはずないじゃないですか、こんなものが地上にあると思わないじゃないですか、それがわずか1000年前ですよ、1000年前の知識で飛行機も魔物だと思い、スマホも魔物だと思ったのを、なぜ今我々は飛行機もスマホも変に思わないのって言ってるわけ、つまり我々は常に自分が納得するものしか信じないという非常に大きな制限にある、で僕がですね、UFO とかね、魂とか、これだけ事実があるのに何否定してんのっていつも言ってるわけ、ね、だけど僕に説明できないっつったらそれは正しいんだ、そうなんだ、説明できないんだ実は、だけど一部説明できるよね、あの光よりか速いものがあるとか、ね、宇宙がマルチにあるとか、一部説明できることはある、うん、月が回ってんだって、あれなんか遠心力って言ってる人いるんだよ、ああ、ね、はい、遠心力って月がなんで地球に落ちてこないのって言って、うん、なんか遠心力とか言ってる人いるんだよ、うん、そんなんじゃないんだから空間の歪みで、だからその僕らの頭はいかに未熟だってことなんだよ、うん、でよくテレビに出てきた科学者という人たちがね、うん、これはおかしいなんて言ってる人がいるんだよ、うん、ね、超自然現象なんつってんの、いや超自然現象が撮影できるはずないじゃないですか、超なんだから、そもそも ね、自然現象としてあるからですよ、はいはい、その自然現象を自分で説明できるかどうか、だから絶対に、あの見たものとか、
あそこからそういう観測したものっていうのを否定したいっていうね、強い心がいるんです。はあはあ、先生まさにですね40代男性の視聴者の方からなんですが、はい、武田先生にお伺いいたします。米軍が UFO 撮影というニュースを見て、先生は UFO を信じますかと、すいませんこんな時期だからあえてこういった話題で和みたいです、よろしくお願いします。まあ UFO はもう信じますかって言われたら、信じるっていうか僕は事実はそのまま認めます。そういうことですよね。信じる信じないじゃなくて、そうそう現実に撮影されたものを そのまま認めると。コップがあるのにコップってのありえないじゃんかって言ったらしょうがないじゃん。飛行機も飛んでるんだ。そういうことですよ、ね、あんなでかい飛行機が飛んでるってね、あれ信じられませんよ。ね、あれあの、説明できない人も多いと思うよ。だって今から120年前ね、ケルビンって非常に有名なね、科学者が、空気よりか重たいものは飛ぶことができないって書いてんだから、当たり前でしょ。その時はね。そうそう。でそうするとね、ただこれ UFO が存在する、そこはいいですよ。だからその前提としては、そのある意味で、まあ、こういう言い方陳腐なのかもしれないけども、地球外生命体が存在するということになりますよね。そういうことになります。でまあ、そういうことで、そうするとそれは間違いなくいるということで、でそうするとその UFO ないしは地球外生命体と、我々はこれから正式に、今までなんかオカルトチックな、オカルトの一部門、大体この手の話ってムーぐらいにしか載ってなかったわけなんだけども、要するにこれは存在するということを前提に、そのさっきの虎ノ門サイエンスじゃないけれども、科学的にはどう向き合っていったらいいか。必ず通信手段を探すべきです。あ、なるほど、はい。それで必ず僕の感じでは必ず100年後か200年後か昨日明日かどうか知らないけど通信した人が出てきますよ。はあ、間違いなく更新可能。それは間違いなくそうですね。だってあの大体さ、宇宙に人間以外に生物体がいないなんて考える方が頭おかしくて、それからしかも通信が光よりか速い手段でできないって考えるのもおかしくて、だって変なこと言う人いるんですよ。あそこは1億光年だから、それは光じゃ届きませんよと、光がなぜ発見されたかって人間の目で見えるからですよ、だから人間の五感で見えないやつはまだ発見されてないんですから一個も、だから人間の目で目とか体とか触覚とかの匂いとかで分からないやつが発見されればそれは早いわけだから、何の不思議もないんですよ。じゃあいよいよ本格的に本当に未知との遭遇というね、結構面白い番組が始まるかもしれないね。ってね、迎えることになるんですかね。でもね、思うんだけど、そのうちさ、あの世の武田先生と通信してるんだ。もちろんもちろんもちろんですよ。この世で終わるなんて誰が言ったの。ほら読みの国がちゃんとほら通信したのができればいいんだから。そうですか。そう、読みジャーナルとか。読みジャーナル。読みのもんニュースってことで。読みのもんニュース。ね、古事記にも見たくないね、そんなもん。読みの国、古事記に出てきますからね。だけど、ここで繋がるんですね。紫式部ってのはそういう社会に生きてたのよ。ああ。だって、紫式部にさ、なんかアメリカの大統領がどうのって、今ここに出てるじゃんって、絶対信じないよ。だって信じないに決まってるじゃん、ね、地球の裏が。その前は、地球の裏にいたら、落ちるって言ってたんだから。まずアメリカっていう存在が分からないんじゃないですか。だから我々はさ、今さ、今分かったことだけ分かってるから威張ってるだけで、うん、ねえ、はい、常に謙虚でいなきゃいけませんね。謙虚で、はい。